はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、カクテルで、酒ティーニという、マティーニのパクリというか、日本酒バージョンというかね、まあ、やつを作りたいと思います。これは本来は、今から作るのはちょっと作り方が、俺めんどくさいので、ね、もういいやということで。ドライジンを 45ml。ちょっとね、まあ、作り方に関してはもう自分でググってください。俺は知らん。45cc 入れ。日本酒を 15ml。ちょっと作り方がめんどくさいんですよ。普通と違って。普通はね、普通はめんどくさいので、ちょっと簡単な作り方で。ね。はい。これで完成です。まあ、本来はね、いわゆるミキシンググラス、だっけ？うん、ミキシンググラスに氷を入れて、日本酒をバーッ、氷入れて日本酒を、日本酒で一回氷を洗って、日本酒を捨ててドライジンと日本酒を注ぎ、ステアして、で、氷を、あれで、ストレーナーで、ね、ろ過してっていうか、それで出来上がり。まあ基本的に、まあこれの冷たいバージョンと思ってくれればいいですね。できました。日本酒 15ml と、ジン、ドライジンを 45ml ですね。できました。乾杯。あのね、マティーニはね、正直これ日本酒だとね、厳しいね。うん。ちょっと厳しい。はっきり言って。はっきり言ってちょっと厳しいので、まあ、本来、なんだっけ。ベルモット加えるじゃないですか。日本酒はね、明らかにちょっと、パンチが弱いので、個人的にはもうちょっと日本酒を入れた方が、日本酒の味合いが出て、いいんじゃないかなと思うんで、ちょっと入れました。多分ね、日本酒とジンをね、1対1ぐらいでいいと思う。俺は。うん。うん。ですね。一対一、特に辛口の日本酒を加える場合、まあこれ、久保田ですけど、まあやっぱり、ね、ちょっと、味わいがちょっと弱いので、一対一ぐらいで。ちょうどいいかな、うん。そうでもしないと、ちょっと、ジンの味が強すぎて、日本酒の味が全くしないですね、状態になるんで。まあ、うん、まあ、俺個人的には、あまり酒ティーには、うん、マティーニョが美味しくないなと。うん、思いますね。はっきり言って。うん。うん、まあ、ジンの味がしない。ので、
ちょっと、まあそこは各自ちょっと調節した方がよろしいかなと。思いますね。やっとね、日本酒の味がね。出てきたかなと。まあ、ベルモットは結構味が、というか香りが強いんで。ジンで割ってもね、まあ味が残ってくるんですけど。まあ本来はこれにさらに、まあ氷入れた方がいいっちゃいいんですけど。まあそうするとさらに味薄くなるんで。あれかなと思います。ね。なんか、お菓子というかつまみ。つまみがないのか。つまみ。あれ。あ。あれ。あ。あれ、俺つまみあった。何気にあったの？つまみ。あったあった。ちょっとつまみじゃないのもあるんですが。一応、レーズンがあった。カリフォルニアレーズン。ね、レーズン。とね、なぜか出汁昆布がある。出汁昆布をそのまま食う。そういうのはなかなかしょっぱいです。これは賞味期限は大丈夫だよね。あ、賞味期限が切り取られて。まあ、サケティーニは、ちょっと、味しないね。ジンの味しか個人的にしない。はっきり言って。俺が味覚障害である可能性は低い。と思うが、やはり、何にせよジンの味が強すぎる。ので、そうですね。まあ、香りは四つ星にしといて、これははっきり言って、ダメですね。ね。コク三つ星、甘み三つ星、香り四つ星、おすすめ四つ、あ、二つ星。ダメ。これカクテルという、ね、意味がなってない。
本来カクテルというのは何かと何かを混ぜたことによって新たな発見があるというものなんですが、これは何かと何かを混ぜたことによる結果、ジンの味しかしないので、酒が死んだと。もはや酒ティーニなんていうのは、日本酒っていうのはもう死んでしまわれた。もう一番ダメなパターンですね。一体何のために混ぜたのかわからない。いう状態です。まあ、マティーニに比べると、完全なる劣化でしょ。ということでご視聴ありがとうございました。